東京2020大会で活動するボランティアシティキャストによる東京魅力発信プレゼンテーション本日のテーマはパラパワースポットをめぐる東京2020競技会場紹介ツアーパラマラソン編ということで本日はシティキャストの市川さん澤内さんにご発表をいただきます。そそれれでででではは早速すすすがよろししくお願いいたまね シティキャストによる東京地域の魅力発信パラパワースポットをめぐる東京二ゼロ二ゼロ競技会場紹介ツアーパラマラソン編をこれから皆さんと一緒に進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは今日のツアーのイメージです。皆さんどうぞ画面を見てください。私がこの旗を振っている女性のようなポジションです。皆さんは この写真を持っている見学者のような形で聞いていただけると大変助かりますそれではツアーがスタートしますよろしくお願いしますでは初めにパラマラソンのコース案内と競技の解説について私の方から解説したいと思いますまず改めまして私市川浩二と申しますコース案内と競技解説を担当させていただきます 皆さんご覧ください。今地図が見えておりますが、今日はこの地図たくさん出てきます。このパラリンピックのマラソンコース、東京の中心部をめぐるすごいコースになっています、えー。非常にこう山あり谷ありというところではなくて、まあ、ほぼ平坦なところが多いですが、皆さんと一緒に実際にパラマラソンのコース ちょっと映像を追ってですね一緒に巡ってみましょうそれでは画面スタートしますはい、えー、スタートしましたこれ高速ですですね今パラマラソンのコースを、えー、実際に映像で追っていますこれからですね浅草の方に向かって映像の方は進めております はい、えー、道路ですね比較的大きな道路を通ったと思いましたはい今度は銀座を今通過しましたねはいこれから今北上していますはい、ここもあの道路が広くなったり狭くなったりはいまもなくここが雷門ですすぐに折り返しまして今度は南側の方へランナーは進んでいきます実はこの後ですねまた銀座の方に向かって画面は進んでいきます はい、一気にですね画面の方が変わってきました、今度はですね増上寺あ、これ銀座ですね、増上寺の方に向かって画面の方が進んでいきます、はい、きらびやかなあの、えー、ところからオフィス街、そして増上寺、今、折り返しました、はい、今度はですねこの映像が皇居に向かって、あこれ銀座ですね、銀座、実はこれで3回目です。はい これからですね皇居に向かって進んでおりますここをですねパラマラソンの選手たちが駆け巡ると想像してみたらどうかなと思いますはい皇居ですで、皇居まで来るともうラストまたですね国立競技場に向かって映像の方は向かいます、はい、比較的大きな道路を行きますが実はここ一番起伏が激しいところですね今ね山登りをしているところになっています まままもなく映像の方が国立競技場に近づいてまいてりました、はいえー、皆さんと巡ってきましたがこれが1分間なんですけれども実際には、はい、こちらの、えー、パラマラソンとは言いますがこの3種類、えー、男子と女子もミックスで考えますと、えー、今5種類のです、ねえー、競技というふうに言ってもいいと思います。 これはあの上からです、ね、視聴覚障害者これは伴走者の方が一緒に走る競技そして上司切断など腕がなかったりとか一部ですね欠損している方の競技そして車椅子ですねこちらの方が一番早い競技になっていましてだいたい1時間とちょっとぐらいでもうゴール速い人はしてしまうと言われています。でこのの競技は日本の、えー 今第一人者ですね女子マラソン道下選手が金メダルが取るんじゃないかと言われておりますけれども一番最後の競技で国立競技場に最後日の丸が上がるかどうかということで非常に関心の高い競技になってきました、はい、皆さんも関心を持ってですねパラマラソン東京をめぐるこの競技楽しみにしていただければと思います。 それではここここからですねパラマラソン地歴解説ということで沢内さんにバトンタッチをしていきたいと思いますそれでは沢内さんよろしくお願いいたしますパラマラ地歴解説を担当いたします爽やかで内気な沢内と申しますどうかよろしくお願いいたしますパラマラのコースは明治神宮外苑をスタートして 浅草銀座芝公園というスポットをご説明していきたいと思いますまず最初に国立競技場から出発いたしまして坂道を下り四谷市貝屋飯田橋水道橋浅草橋浅草そして新橋芝公園皇居外苑と 東京には橋がつく地名が多いということに気がついていただきたいなと思っておりますこの丸で囲んだところを詳しく説明していきたいと思いますこのコース5キロメートルごとに給水所がございまして計8カ所の給水所がございます黄色いところをご覧ください鬼門 裏鬼門と書いてありますね実は徳川家康は江戸城を守るため鬼門である東北には上野寛永寺裏鬼門にあたる南西には芝増上寺を置きました。鬼門とは何でしょうか日本では鬼門は古くから鬼が出入りする方角であるとして「忌み嫌う方角」とされています。 鬼門封じのために東北には浅草寺や関栄寺そして江戸城の南西には増城寺や比叡神社がございます明治神宮外苑についてお話ししていきたいと思います明治神宮外苑は明治神宮の外にある洋風庭園のことです内苑とは 明治神宮和風庭園のことを言いますスポーツ施設は陸上競技場が設けられることになりました大正時代スポーツ熱の高まりによって水泳場野球場相撲場が設けられましたさて相撲場はどこにあったんでしょうかはい明治神宮外苑の中には 文章の下の方に競技場野球場絵画館がございますけれども相撲場は神宮球場第1第2がございますけれども第2球場の前にあったのが相撲場でございますそして大相撲が3回も行われましたさて、えー、オリンピックスタジアムですけれども黄色い部分木でできてます。 熊健吾先生が設計なさいました日差の部分はいくつあるか数えてみましょう1、2、3、4、5 50の塔をイメージしております法隆寺の五0の塔をイメージしてこの日差しが作られましたそして今度中に入ってみましょう屋根の部分,を部分をご覧ください 47都道府県の杉材がそれぞれの産地の方向を向いていますしかもこの競技場の高さは47メートルなんです47メートルの高さで47の杉材が使われています沖縄県だけ琉球・赤松の 松だけが使われております次回りたいと思います。神宮外苑といえばここ何というのででしょうか絵画館ですこの絵画館は明治天皇の偉業を称える江戸時代の末期から明治時代にかけての明治天皇の偉業有名なものとしては日本史の教科書で有名な大政奉還の絵が ございます。洋画四十点、日本が四十点が左右に展示されています。神宮外苑のシンボル的な建物と言われています。さあ、ここは東京都のシンボルマークであります。いちょう、そのいちょう並木です。この画面の一番奥をご覧ください。何が見えますか。 絵画館なんですこの絵画館とイチョウ並木は作るときには一体化として作られましたこのイチョウ並木は絵画館の方が背が低いんですそして今皆様が見ている手前の方のイチョウが高くなって見えます遠近法でイチョウが約146本ございます。次に 浅草に行きたいと思います浅草の地名なんですけれどもこの漢字を見れば浅い草が生えているではないんですね実は地名というのはその地形から来ている部分が非常に多いと言われています浅草の浅草は掘削掘ることですくぼんだところにその地名がつきました はい、草があまり茂っていないので浅草ということになります。次に浅草全体の地図を見ていただきたいと思います。隅田川が流れているところがポイントになります。隅田川は月夜の晩にですね、金の龍のように川が見えたところから金龍山。 戦争寺という名前がつけられましたさあ皆さん五重の塔見えますか五重の塔はあ増上寺池上本門寺そして寛永寺戦争寺の五重の塔四つで江戸四塔と言われていますそして五重の塔のそばにあるのが宝蔵門です仁王門とも言いますさあ雷門見えますか はいありますね、えー、それでは次の写真をご覧ください浅草寺は東京都で最も古いお寺です628年から現在に至っている門前町ですそしてこの宝蔵門仁王門ですけども大きな蝶ちご覧くださいなんと書いてありますか小舟町と読みますなんで小舟町があるんでしょう 実は江戸時代に江戸で最も賑やかなところ全国の物資の荷上げをしたところが日本橋小船町ですそこの商人たちがこの大きな提灯を寄付しました寄付したところの人たちの自由な文字を書いていいということで商人たちは小舟町を入れました。さあ皆様がよくご存知の 雷門です先ほど申し上げた上の部分金の文字で書いてあるところ読めますか金流山そして戦争寺この雷門には風神と雷神が左右に安置されておりますでも雷門が正式な名前ではございませんこの雷門を作った方 実は寄付した人の名前がですね、大きな提灯の人の下の金色の部分に名前が書いてありますので、これから中継録画、音声付きなのでご覧ください。はい、皆さんこんにちは。今浅草神戸門前に来ております。真ん中にある高い建物、なんでしょうか。はい、東京。

雷門です雷門の上に金流山正式名称は金流山戦争寺と言います大きな提灯がありますそこに雷門と書いてあり右と左には風神雷神の,の像が安置されています大提灯の裏を皆様にご覧入れたいと思います はい皆さん中見瀬通りです中見瀬通りの奥の方に浅草寺が見えます浅草寺は東京で最も古いお寺ですさあ先ほどの説明です大きな提灯の名前風来神門と書いてありますそうなんですね 風尋問はあその後雷門と呼ばれるようになりましたこの大きな提灯は誰が作ったんでしょうかそしてこの三門もどなたが作ったんでしょうかその答えは松下幸之助 と書いいてございます松下幸之助さんが自腹を切ってこの提灯と三門を作りましたそしてその大提灯の真下を皆さんと一緒に見ていきたいと思いますはいこの図です何の絵でしょうかこれが金龍山金の龍の山 金流山戦争時というのはここから来ておりますはいいかがだったでしょうか金流山雷も楽しんでいただけたでしょうかそれでは戦争時からの中継はこれで終わりますありがとうございましたはい、えー、戦争時の中継が終わったところで簡単な ストレッチをしたいと思います東京ストレッチですさあ,あ,あ、本日は戦争時と増上時にお参りをします、えー、公開録画中の皆様もぜひご一緒におやりください手を合わせて、えー、戦争時と増上時にお参りに行きましょうそしてこの両手を軽くですね頭の上に載せますそうしますと東京タワーになりますよそしてこの東京タワーを そのまま思いっきりどん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 上に伸ばします。はい、もっと高く、もっと高く。はい、東京スカイツリーです。はい、どうもお疲れ様でした。と、もう一つございます。肩、えー、骨でご自分の肩を四回叩きます。一、二、三、四。逆です。一、二、三、四。この二回。一、二、一、二。 一回ずつ、一回、一回、拍手。はい、本番いきます。三、はい、一二三四、一二三四、一二一二一一。はい、なんとなくあったようなあの雰囲気でありがとうございました。はい、それでは気分新たに今度は銀座に参りたいと思います。スタート地点からちょうど二十キロ地点が銀座です。 銀座は日本を代表する高級商業地でございます。さあ、この銀座ですけれども、一階、二階、三階、アスリートたちは三階通過する予定でございます。銀座の由来についてご存知ですか？はい、銀貨を鋳造する役所がございました。 金を作っているところは日本銀行でありました家康の寸府の方からあその役所を持ってきまして、えー、両替町とも呼んでおりましたさあ皆さん銀座何丁目から何丁目まであるかご存知ですか一緒に数えていきましょうか一番右側のお紫色のところから はいいくつある,あるでしょうか1 2 3 4 5 6 7 8そうです8丁目までございますけれども実は昭和の初期まで4丁目までしかございませんでしたちょうど銀座4丁目の交差点を終わり町と呼んでいました先ほどの銀座を突 銀座の役所は銀座二丁目ティファニービルの真ん前に銀座発祥の地がございますさあ銀座四丁目の交差点でございます真ん中に見えるのが銀座中央通り右にあるのは三越デパートですそしてその奥には松屋があります銀座の おデパートは三越と松屋この2つ以外に松坂屋もございましたそして、えー、手前の両側の通りは選手村に通じる晴海通りが通っておりますこの三越でございますけれどもお 1, 1階の部分この1階の部分には あるお店の第1号店があったんです何でしょうかマクドナルドの第1号店が50年前にございましたちょうど今年で50年目となります皆さん左側のビルの名前お分かりですか和光本店でございます和光本店の奥のビルこれは あパンの老舗木村屋ですその奥に山の楽器がございます山の楽器の奥には三木本その奥には本の教文館がございます山の楽器の前の部分日本で一番地価が高いところ15年間連続でございます和光本店かつての 服部時計店の時計台をご覧ください時計台まで何回あるか後で画像で見たいと思いますこの時計台のチャイムは全国的に有名なチャイムです温泉付き動画です今銀座4丁目の交差点に立っております今皆様が見てる銀座通り この銀座通りをパラマラソンのアスリートたちが走り抜けるわけですそして今度はこの通り晴海通りです晴海通りはこの通りをまっすぐ進みますと選手村がある方面に向かっています皆様まにクイズです今見ていらっしゃいます 和光本店この建物の高さは何階でしょうかはいそれは後で答え合わせしたいと思いますこの交差点についてお話をさせていただきます現在は銀座4丁目という名前の交差点ですけれども江戸時代は尾張町四つ辻という名前でしたそして 昭和の初期までは尾張町交差点と呼ばれていましたそして皆様が見ている百貨店デパートですけどもこれはどこのデパートでしょうか銀座三越ですこの銀座三越の1階にあるライオン像このライオンはイギリスの トラファルガー広場にあるライオンをモチーフとしていますここは日本で最初の第1号店のあった場所なんですその1号店とは何でしょうかマクドナルドの第1号店ですで次にえ銀座通りの和光の辺り、はい ここを見ていただきたいんですけども和光のちょっと先に山の楽器という建物がございますけれどもその建物の前が日本で一番地価が高いところです15年間連続第1位をキープしていますさあ先ほどの和光の建物皆さんと一緒に数えていきたいと思います よろしいでしょうか。一回、二回、三回、四回、五回、六回、そして上の方をご覧ください。七回でございます。七回のさらにその上は時計台になっています。このお時計、イギリスのウェストミンスター寺院のチャイムがあ鳴り響きますけれども、そのチャイムの音。 誰もが知ってる学校の音です全国の学校で採用されているチャイムですけれどもこれは大田区のある中学校が学校のチャイムに採用して以来全国に使われるようになりましたそれでは銀座4丁目からの中継はこれで終了したいと思います。 皆様ありがとうございましたはいえ次はスタート地点から25キロ地点芝公園についてのお話をさせていただきたいと思います芝公園には増上寺東京タワーなどがございます芝公園という地名ですけれども実は 三円山,三,つに円がある山三円山増上寺が正式な名前でありました芝公園というのは都立芝公園区立芝芝公公園園区の2つからなっています東京都のシンボルのイチョウのマークがついている駅名全部でいくつございますか 尾成門駅、大門駅、そして芝公園駅、赤羽橋駅、実に三線、四つの駅がございます次に増上寺の三下脱門についてお話ししたいと思いますこの三下脱門ですけれども三つの人間の欲からこの門を通れば 逃れることができるという1622年にできまして国の重要文化財になっています戦災や震災一度も炎や壊れるということは逃れることができた建物でございます屋根の上ご覧ください何が見えますか 東京タワーが見えています。そして、左側の三解脱門の垂れ幕に注目してください。この御門何でしょうか？徳川幕府の三つ葉葵です。実はこの増上寺は？徳川将軍6人が眠っております。そして、上野の関永寺には6人。そして。 日光東照宮には、えー、家康と家光そして十五、えー、代将軍最後の慶喜は都立谷中霊園に眠ってらっしゃいます。でこのお芝公園ですけども三のパワースポットと言われています。東京タワーができたのは昭和33年3 3 3の 増上寺にはの正式名称三円山そして先ほどの門は三円山の三下達門です左側にホテルが見えますけれどもザ・プリンスパークタワー東京で三十三階設計の方は丹下健三先生ですそしてこの真下を通っている地下鉄が東映地下鉄三田線なんです 三のオンパレードですそれでは芝公園について、えー、音声付き動画を皆さんと一緒に見ていきたいと思いますはい皆さんこんにちは今芝公園三円山増上寺三下脱門に来ております皆さんが見ていますこの赤い建物は三下脱門と言います この三脱門はあ増上寺の唯一の江戸時代からの移行です1622年に作られましたそしてこの三下脱の三下脱という意味は三つの門の貪欲怒り愚痴から逃れることができるという三下脱という意味ですこの三門前を パラマラソンのアスリートたちが駆け抜けでこの付近に折り返し地点が設置される予定ですさあちょっと目を移してみましょうはい、通りの奥が日比谷方面ですこの日比谷通りパラマラソン以外に正月の箱根駅伝東京マラソンのコースにもなっています 反対側を見てみましょう。はい、これがああ、三田方面の日比谷通りです。そして、もう一つ皆様に見ていただきたいものがございます。はい、3。桁質門の左側の上の方に赤い建物が塔が立っております。けれども、これが？ 昭和33年3 33 3メーートルの東京タワーです増上寺は以前五重の塔がありますけれども太平洋戦争中に焼けてしまいましたそれ以後五重の塔は作られることありませんでしたけれども増上寺の住職さんに聞きました増上寺には五重の塔 ないんですけどもこれから作る予定ありますかその答えに対して増上寺の五重の塔は東京タワーだよというふうな答えが入ってきました千葉公園には増上寺の他に山にちなぶものがたくさんありますこの地下を通っている公園地下鉄三日線もその一つです それではこの芝公園からの中継は終了いたしますどうもありがとうございましたはいありがとうございます次にスタート地点から30キロ35キロ地点にあります皇居外苑折り返し地点付近についてお話ししたいと思います特に皇居の二重橋の由来についてお伝えしたいと思います交差点の名前や 駅名に二重橋というのが使われていますけれどもさあ皆さん二重橋というのはどの部分を言うのでしょうか画面をご覧ください手前の石で作られた二重のアーチ式の石橋そしてその奥にもう一つ鉄の橋があることに気が付きませんか 両方とも手前が正門石橋奥が正門鉄橋と呼んでいますで、その二重橋の名前の由来ですがこの奥の方のこの鉄の橋以前は木の橋で二重の橋桁をしていましたその二重の橋桁から二重橋とついたわけで今は その木造の橋はありません。鉄の橋と石の橋ですので、えー、地名としてだけ二重橋という名前が残っております。右側のお城みたいなところ、これは伏見櫓と言います。この伏見櫓、美しい櫓ですよね。三大将軍徳川家光の時に京都の伏見城から移築され、伏見 矢倉と言われていますさあいよいよ最後でございますラストは東京クイズで締めくくりたいと思います東京タワーの高さ3ですよそして東京スカイツリーの高さヒントは武蔵の国両方の高さを足してみましょう答えは 苦労なしですどうもありがとうございましたこれで、えー、パーマーラコース解説を終了いたします市川さんよろしくお願いいたしますはい、それではエンディングです、えー、本日のツアーはまもなく終了しますそれでは本日の訪問先の振り返りをしたいと思います はいまたこちらの地図出てまいりました、えー、まず最初ですね、えー、地図向かって左側、えー、国立競技場からスタートしましてその1浅草次に銀座芝公園そして皇居外苑という順番で皆さんと回ってきました様々なパワースポット皆さんも感じていただきましたでしょうか、えー、パラマラソン9月5日に開催されますが 一番最後の競技ですぜひ皆さんいろんな面でこういったこのパラマラソンのパワースポット、えー、もう一度思い出していただいてぜひ、えー、競技のですね、えー、関心を高めていただきたいと思いますそして、えー、東京の訪問をするところどこに行ったらいいかなというところはこの丸がついているところですねはい皆さんそれでは、えー 自由に東京に訪問することができましたら、ぜひこのパワースポットを巡っていただければと思います。はい、それでは、これをもちまして、シティキャストによる東京地域の魅力発信、パラパワースポットを巡る東京2020競技会場紹介ツアーパラマラソン編を終了させていただきます。本日はありがとうございました。 素敵なプレゼンテーションありがとうございました。あの中継動画を交えながら、とても臨場感があって、私もへそうだったんだ。っていう声を漏らしながら、あの東京の地位歴史を楽しく学ばさせていただきました。最後はね。沢内さんのジャパニーズジョークなんかも交えながら、締めくくりで、とてもあの内容の濃い内容、あのプレゼンテーションでした。ありがとうございました。 それではこれよりですねいくつかインタビューをさせていただきたいと思っておりますまずはあの一人ずつ自己紹介をお願いいたします自己紹介の際にはこれまでのボランティア経験やあのこちらの今回のプレゼン企画にご協力いただきましたきっかけまたお二人のご関係者などを交えながらお話しいただきたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はいえー、私の名前は沢内隆と申します 爽やかでで気なのが特徴ですボランティアの経験は学生時代から青少年赤十字やボーイスカートを通して長年やっておりますそしてスポーツボランティアの会場で市川さんと出会ったのが今回一緒にやるきっかけになりました。はい 市川浩二と申しますよろしくお願いいたします私はスポーツボランティア19年活動しています主に大規模なワールドカップや今回あの行われているオリンピックパラリンピックのボランティアやそして東京マラソンなどのボランティア活動をしていますその活動に必要な研修をですね、私は沢内 さんから研修を勉強させていただきましたそれが今回のきっかけになりますはい、よろしくお願いいたしますありがとうございます今回は東京の魅力発信という大きな括りの中でなぜこのようなテーマにされたのかという狙いであったりテーマにまつわるエピ,エピソードなどございましたらお話しいただきたいと思うんですけれどもいかがでしょうかはい、じゃあ私の方から 説明させていただきます今回なぜこのテーマにしたかと申しますと実はこの澤内先生と一緒にですねもうすでに4つのコースを皆さん私たち澤内先生と含めたグループで実はもうコンテンツを作ってました。それがあの「武蔵野の森」ですねあと国立競技場そして東京ベイエリア。 そして今回の、えー「パラパラマラソン」ということで、えー、4つのもうコンテンツが実はありまして、まあ、これはあのコロナ禍にですね、えー、自由にボランティアができないということで、えー、オリンピックを前に、えー、ボランティア活動をどういうふうに現場感をこう作り出しながら、えー、事前に勉強できないかっていうテーマに、えー、本当にボランティアで 1> 1時間で,です、ね、いろんな会場を巡ってインスピレーションが深まるようなそういった企画をやってみようということで始まったというのがきっかけなんですね。で特に今回のパラ,パラマラソンは東京の中心部を巡るということでこの地域発信というところに関しては非常にぴったりなテーマかなと思いまして。 えこのパラパラマラソン編ということであの今日は皆さんにお伝えいたしました、はい、本当に東京の観光スポットのいいとこどりのコースのような感じですよねはいそれに加えまして、えー、皆さん私のことを知っている方はシティキャストの皆さんだと思いますと申しますのはシティキャストのフォローアップ研修東京の「 地理歴史で3回皆様ととっていると思うんですその中で東京の地理と歴史魅力がたくさんあることに気がつき臨海部そして武蔵野森神宮そして今回のパラマラこのコースについてもっともっと深掘りして東京には ここんんなな、面白いところがあったんだな「へえ」とか「わお」とかいうところをさらにこの企画を通して皆様にお伝えしたかったということも今回のの企画の意味です。はい、この動画をご覧になった方々はもう改めて東京の地位歴史に興味を持ったという方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、あのご自身でさらに調べてみると ここが面白いようでしたりポイントだったりですとか場所ですとか何かおすすめがあったら教えてくださいはいこれは東京というのは皆さん東京と読みますけれども明治の最初の頃は東京と読んでいたんですそれから江戸というのは川の端にある集落という意味から江戸という地名がつきました 今、2つのことを申し上げましたけども心の中で頭の中で「へえ」とか感じたと思います。その、へー「という感じが学びにつながり自分で調べたいなという気持ちになってきます。東京にまた来る時また東京に住んでいる方々は再発見するチャンスとして、えー、どんどん深掘りしていただきたいと思います。 はい、あの加えますと今最後に話がありましたがやはりある程度きっかけっていうのがあってですねやはりその深く調べてみる学んでみるっていうところを是非加えてそしてコロナが終わった時にあの巡っていただきたいなっていうのがあのやっぱりそれを伝えたいなっていうのがあのボランティアでやってきた活動かなと思っています。はい ありがとうございます。あの今回のプレゼンテーションもちろん盛りだくさんだったんですけれども、まあ、さらにもう今一度 PR したい内容ですとかのプレゼンテーションに収まりきれなかった内容ですとか、なかぜひお話したいしたいことがあればお願いしたいんですけれどもいかがでしょうか。はい、えー、一つ皆様にいい面白いことをお伝えしたいと思います。例えば、あ渋谷の交差点は世界中の方があー注目している場所です。 え、1回の1回に何人の方が渡るんでしょうか？はい、約混んでる時は3000人と言われてます。そこでまたへえと言ったと思います。その兵を大切にして、さらにさらに兵を東京再発見のツールとして使っていただきたいなと思います。以上です。 そうです、ね、あの今回紹介したところはますあのまだまだあのすごくこう人情味のある場所やまたあの人通りも多くてですね賑、えー、やかなところもいっぱいあるんですけれどもあの、まあ、皆さんが、えーまあ、よく知ってるゾーンというところもあるんですが、まあ、話を深掘りしてこう始めるとどうしてもあの 収まりりきれないというととうころがあままして、まあ、まさに今回外れてしまったエリアでもあの赤い線が引いてあったバラソンコースの中にあこんなところも巡るんだっていうのをあの皆さん情報をキャッチしていただいて、まあ、自らがあのちょっと発見していただくようなきっかけになればなというふうに思っています。 さまざまな角度から東京の魅力の発信をしていただきまして本当にありがとうございます最後にはなりますけれどもこちらの動画をご覧いただいている皆様へお一人ずつメッセージをお願いいたしますはい、東京の地理歴史魅力をたくさん見つけてくださいそして花高になってくださいありがとうございますはい、えー、パラリンピック マラソンでですね東京をめぐるこれはもともとオリンピックで予定していたコースなんですねですからオリンピックではできなかったこの東京をめぐるパラマラソンこの機会をですねパラリンピックで再発見ができればなと思っています皆さんも一緒にあの観戦をテレビでいたしましょうぜひよろしくお願いします 沢内さん、市川さんありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。あり,ありがとうございました。